どうも、H アッセンブル理事の大輝です。今日はですね、以前動画で開封しました仮面ライダーガッチャードライドキミートリカフェイズ03で、引き当てましたレジェンドパラレルとパラレル見ていきたいと思います。まずはクロスホッパーのパラレル。フェイズ03で出たかったケミーの中にやっぱクロスホッパーありまして、パラレルもね引けるとは思わなかったんでめちゃくちゃ嬉しかったですね。2つ揃ってあの絵柄、完成するんで絵がですね。で、テンライナー、こちらも引き引きできたので、今回の開封結果も大満足です。で、次が、リヴァイですね。そう、リヴァイもね、欲しかったんですよ。コンビなんでね、リヴァイとバイス。リヴァイ、バイス、どっちか来たら絶対に、もう片方絶対ゲットしてる、みたいな感じに思ってたんですけども、これもまた引き引きできました。これもね、絵柄揃う。手前で完成するって感じなんですけど、リヴァイとバイスグータッチしてるんですよ。これね、やっぱりリヴァイスで言うたら馴染みのポーズっていうんですかね、二人の絆が表されてるようないいカードやと思います。続きましてですけども、そうこれこれ仮面ライダー電王のライナーホームの方ですね。まさか引き当てれるとは思わなかったです。我々 H アッセンブル、ヘルクリッパーが母体となってますので、これは外せないなと思っております。で、次が、響きですね。この間ですね、1話見たところでした。独特な、なんというか、最初の5分間ですね。引き続き2話も見ていきたいと思います。はい、で、次、これです。聞いたときびっくりしました。仮面ライダー大魔事王のレジェンドパラレル。ここになんですけどね、大魔女いるんですよ。めちゃくちゃかっこよくて、これも6、7ボックスぐらい開けてるんで、引き当てるかなと思ってたんですけど、まあ当たったらいいなとは思ってたんですけど、これも当たっちゃったんで、結構本当に今回、開封結果、すんごく良かったと思っております。まあ、そういう時もあります。で、こちらですね。マッハウィル。ちょっとなんか結構渋い感じな絵柄となってます。昭和のミニ四駆というか、好きな人は絶対これ好きですね、このイラストは。で、次、あ、これもちょっとびっくりしましたね。ダークカブト、カブトキリン、結構かっこいいですよね。カブト人気ですからね、やっぱ男の子はカブトムシ好きなんで。では続きまして、仮面ライダー王者レジェンドパラレル、これもいいですよね。仮面ライダー龍騎ってカードをスロットに入れて、これそのまま使えるんちゃうかなと思うような、なんかイメージした感じにデザインされてるんで、来た時もこれびっくりしましたね。めちゃくちゃかっこいいやんって。はい。で、続きまして最後のカードなんですけども、これ本当に多分ですね、世界初やと思います。もう僕のお宝カード決定なんですけど、こちら。仮面ライダーアギットのシャイニングフォームですね。これパッと見普通にお宝でも何でもないやんって思われる方いると思います。でもね、これね、よーく見ていただいたらわかるんですけど、実はこれ、歌手としきさんにサインいただきました。はい。なので、もしかしたらこれは、世界初かもしれないです。僕が、はい、初めていただいたかもしれないというカードです。間違ってたら本当にごめんなさい。ちょっとね、見にくいかなと思うんですけど、やっぱこういうカードにサインしていただくってなったら、ちょっと弾いちゃったようなんですけども、しっかりね、肉眼の方では、めちゃくちゃ綺麗に写ってるんですけど、カメラ越しやとちょっと、映る。なんとか映ってるね。はい。というわけでね、はい。世界初の超レアリティカード。はい。仮面ライダーアギットシャイニングフォームのレジェンドパラレル、歌手としきさんのサイン入りとなります。はい。というわけで、私が、今回、ライドキミートリカ第3弾開封した結果が、こういう形となりました。今回本当に紙ボックスやったんじゃないかなと思います。パラレルとレジェンドパラレル、結構2枚入りのボックスが多かったんちゃうかなって思います。
まあこれで全部12枚当たってる感じなんで、まあ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 7ボックス開けて12枚やったら結構な確率で2枚入りやったのかなと思います。ただちょっと残念やったなって思うのが EX 枠が1枚しかなかったっていうのがちょっと残念かなって思います。フェーズ02やったら EX 枠2枚あったはずなんですけど、今回1つになっちゃってるんで本種類のうち1枚が当たる感じなんで、ちょっと全部コンプリートするんやったらもう最低でも4ボックス買わなあかんという状態やったんで、まあちょっと厳しいかなっていう感じですね。まあその代わりにパラレル枠が2枚入りの箱が結構多かったっていうのもあるんだと思うんですけど、まあ、できたら EX 枠も2枚入れといてほしかったなと思います。では、これで本日の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。